どうも、ミスター X です。トップバス塾ビッグデータバンクサロン生からの質問213。収益申請の合格にはクリック率やアカウントの成長率は関係あると考えていますか？クリック率、アカウント率はですね、これ1年前だったら非常に考えてたんですね。1年前でしたら投稿した動画がですね、かなり追い風、作った当時の最初のアカウント、新アカウントっていうのはバズりやすい傾向にあったので、ここでしっかりバズらせて、このアカウントはバズりやすいアカウントだよっていうことを AI に伝えるっていう意味で、クリック率や、再生回数を稼ぐっていうところを非常に重視していましたが、今は2019年11月18日、11月18日ですけども、クリック率、収益申請の合格に対するクリック率やアカウントの成長率っていうのは特別関係ないというふうに、非常に感じています。じゃあ収益申請の合格には何が、絡んでいるのかっていうところに関しましては、今現在ですね、検証を積み重ねて、検証中でございます。またね、何かいい兆し、何かしらの結果が見えてくれば、できる範囲でご報告したいと思います。以上です。ありがとうございます。